おにぎりといえば、子供会のキャンプの時に、他のお母さんたちが握ったおにぎり食べる。ああ、言うね。それあるよね。俺も昔やったんだよね。ただやっぱり自分でご飯作るようになってきて、まあだけど誰でもいいってわけじゃないかもしれんけど、人が作ってくれたもんってね、割にありがたいよね。うん。自分のために作ってくれたっていうのがありがたいんかな。不特定多数のためのおにぎりやったら嫌かもしれんな。それもどのおばちゃんが握ってか分かるようなやつ、うん、誰が握ったかによって変わるかもしれんな、それは、うん、だから全然違う知らないやつのそういうのはちょっと無理よな、うん、もっと言うと誰が握ったか分からんおにぎりは食べられへんかもしれんな、うん、それはあるかもしれん、うん、分からないやつだから手作りとか、まあ、嫌やな。手作り料理にしたって、やっぱ知ってる人が作ってんのか、知らない人が作ってんのかによって全然違うよな。毎日ランダムにおばちゃんが自分の昼飯の弁当を入れてくれるとなってきて嫌やな。それやったら嫌やな。それは嫌やな。どっかのおばちゃんが家で作ってきた弁当を食べるってやつ。うん、まあ、そういうもんじゃない？やっぱ相手に対する信頼関係というか、まあ、許せる範疇かどうかっていうことが大きいと思うよな。そういう 手料理っていうのは、手作りっていうのは。で、美味しいか美味しくないか、口に入れてみな分からへんしょ。こればっかりは。うん。多分、もっと前次元の話なのね。人が握ったものが食べられないっていうのは、口に入れるのが嫌って話で、ね、味見すらしないんですよ。多分、そこは。そこはね、きっと。そういうことなんだと思うんだよ。確かに手作りのもんを俺も送られてきて食べるかっていうのはちょっと嫌かもしれんな。そう考えると。うん、たまに冷凍で来るときもあるんやけど。まあまあ食うけど知ってる子やったら、うん、食うんやけど。でも、リアルに会ったことないような人のやつは嫌かもしれんね。うん、あれもあるやん。お米の炊き加減が家によって違うやん。自分らの好みが。俺もべちゃっとしたご飯やったら絶対嫌なの。お弁当とかにしてもべちゃっとしてたら。全体的にベチャッとしてたら嫌なんだな。何なんだろうと思うときはある、うん。これはね、もう仕方がないよな。普段食べてる米の硬さっていうのが基本的に自分の中の標準値になっちゃってるから、それが硬いか柔らかいとかの話じゃなくて、相対的に柔らかいっていうのが嫌ってことね、うん。あ、俺もあったけど、おかんの実家の、米がえげつなく柔らかくて、うん、歯茎だけでも食えんじゃねえのか、柔らかくても食いたくなかったもん。嫌でし嫌で仕方がなかったな。食べなかったけどね。うん、もう俺は米、なんか米固めの方がなんかまだなんかなんていうのかな。大丈夫な気せへん。なんか知らんけど。ウェッティであればウェッティであるほどなんかちょっとやばそうな気せへん。なんか俺だけの感覚が知らんけど。固めの方がまだセーフ感あるよな。うん、なんかわからん。なんかわからんセーフ感。ああ、手作りチョコとかもね、もうね、いただいたこともあるけど、チョコレートに関しては、俺はいいかな。全然大丈夫かな、もしかしたら。でも知らない人は嫌かもしれん。せめて知り合いであってほしいな。うん、てか、会ったことある人であってほしいな。会ったことない人からの手作りは、やっぱりちょっとね、うん、ちょっとやっぱね、どういう状況かにもよるよな。だからね、まあそこは相手次第っていうのある。ほんとさ、そこはもう信頼関係のもんでもあるしな、ちょっとしたね。ちょっとした信頼関係みたいなもんもあるからさ、全然知らねえ人はちょっと無理だよ。全然知らない人が入れてくれた弁当とか無理やわ。それが製品版でない限り、どっか弁当屋で売ってるとかさ、そういうもん。だから、例えばさ、弁当箱とかに入ったりとか、タッパとか、こういう容器、よくって市販の容器、微妙な弁当箱の容器あるね、プラスチックの。ちょっと横に波々なってるやつね。作ったやつを詰め込みました。言うたら、知り合いのところのところにお裾分け持っていきそうなの、入れそうな容器。あの辺の容器に、全然知らんおばはんが詰めてたら嫌やけど、ちゃんとした弁当の容器、ほっかほか亭とか、ホットモットとか、
まあ、お弁当屋さんがあるこう1枚のこうプレートでこう分かれてるやつで、そこにそのおばはんが作って埋めて、あの透明の蓋がしてあって、あの輪ゴムがしてあって、上にちょっと紙が巻いてあったら、なんか分からん紙が巻いてあったら食えるかもしれん。印象として食えへんやそっちの方が。あのなんか家家庭感が出てなかったらいけへん。それ多分そういうとこもあるかなと思うんだよ、見た目的なもん。あの製品版に近づけてる家の飯、これはいけんじゃない？せやろ、これはできるかもしれんよな。100歩譲ってこれいけるかもしれんよ。だからあの商品っぽく買ったら食えてまうよな。あ、俺さ、それこそさ、食べ物チャレンジで見たけどさ、例えばあのゲームとかでもいろいろあると思う、ギャンブルみたいなのもあると思うけど、6割勝てんやったら勝負する？7割勝てるんやったら勝負、どこまでいったら勝負する？勝ち負け、勝率6割やったら勝負する？7割やったら勝負する？8割やったら勝負する？もうどっから9割やったら勝負する？ 100% はないよ、 10-0 はないね。どこやったら、もう 6-0 やったら勝負する。まあ、例えば100万円もらいます、6-0 で、で6-4で、6-4で比率で100万円もらえるか100万円払うか、100万円もらうか払うかで6-4、もしくは10万円払うかもらうかで7-3、1万円もらえるかで、8-2、やったらどれいく？どれいく？1000万、それで5割は1000万ね、1000万5割の確率で1000万もらうか払うか、6割100万やるんや、1万円で7-8-2、いや、やらないっていう選択肢もあるやで。もちろんやらないっていう選択肢。まあ、俺は、俺から言うと8割かな。せいぜいやって。俺はね、もし俺やるんやったら8割。8-2で1万円やったらやると思う。うん、そう、もらうか払うか。もちろんそうや。リスクってそういうもんやから。もらうか払うかですよ、これは。もちろんです。リスクね。勝負。50-50 の条件。うん、もらうか払うか。どこまでやったらやる？ 5 割1000万、6割100万、7割、10万、8割1万。どれやったらやる？払わないでそれ行くでしょ。それはもうだってそれリスクなくてそのギャンブルなんないから。うん、ゲームとかじゃない。ゲームで、だってゲームでリスクがないのはダメですよ。やっぱリスクね。うん、損するかもしれへんっていうのがあるとすれば、どれいく？俺多分8割がやらへんと思うな、絶対に。払う金額のことも考えると思うし。うん、でもこれ、切羽詰まってるやつになればなるほど、そこのちっちゃい確率でもかけたがるでしょう。うん、まあもちろん1回ですよ。2回、3回ないよ。1回しかないよ。うんうん、やらないっしょ？リスクは、じゃあ、まあ、例えばリスクありやったら、なしになる？ 8-2 でもやらへん。リスクありやったら。一回勝負ですよ。一回勝負ね。もちろん。イカ様とかなしね。うん、だって5割で1000万やったら1000万損することないからね、運営は。続けるたびに、2回に1回は勝てるから。7割、10万円。うん、73で10万円。まあ、それはまあ、ありやろね。勝率からすると。でも、俺、多分やらないかな。もっと言うなら、8-2でもやらないっていう選択肢を俺は出すと思う。まあ、でも、払える、1万円ってまあ払ってもいいかなと思うから、そういう時に、1回しかやれへんだったら、やるかもしれん。でも、まあ、持ってる背景にもよるやん。もうこれにかかってると、借金1000万でも1000万返せるチャンスがあるんやったら6割にかけようとかね、じゃあ 5割にかけようと、2回に1回勝てんやぞと、自分の1の確率やると思う人もいるやん。いや俺、できへんのよな、それ。てかやりたくもないと思うよな。全然やらないのよね。全然やりたいのも、それゲームの中でもやらないのよ。基本的に、3割勝てる。3割で、3倍の、価値になる。でしたってやらないかな。じゃあ、例えば、じゃあ、その分だけ、例えば、1万円皆さんかけますと。
1万円ね。1万円。まあ1万円で、10万円でしょ。10万円で、5割の勝率でやれば2倍になりますと。ね。で、3分の1の確率で当たるんやったら3倍になりますと。うん、やったらやる？その割率。確率が下がれば下がるほど、倍率が上がるってやつ。まあ、オッズみたいなもん、ね、やる？ 10 万円の、10万円。一回こっきり。うん、やれるのは、まあ一応 1.5 倍、倍、3倍ぐらいまで。やらないよな。俺も絶対やらへんよな。3割の確率でやらへんよな。もっと言うのは3回やってもいいでしょ。3倍の確率になるので、一緒の金額払えたら3回やれますと。2分の1の確率のやつに関しては2回やれますと。1.5 倍に関しては1回しかできません。その代わり、まあ、3回失敗したら3倍のお金払わないです。うん。俺もやらないね。俺絶対やらへん。3分の1が、俺6割の確率も絶対やらへんな、うん。俺ね、6割とか7割の確率あってもね、半分ぐらいの確率で負けんじゃねえのかなと思ってしまうから、やれない、ね。やりたくないのね。減るかのリスクが大きいほど。でもその減ってもいいというリスクって、おのおのあるやん。極端に1万円ぐらいやったら、もう1回だけのもんやったら減ってもいいかと。10回できるぐらいのもんやったら、まあ1万円に入れたら10回ぐらいやってもいいかと。1000円やったら、それは1000円やったら、うん、なんか LINE で1万円ぐらいの気がするんだよな。それは毎日じゃないよ、うん、1ヶ月とか1ヶ月1回ぐらいだ。でもパチンコ屋にさ、あの給料つぎ込む人もいるわけやん。そうすると大次第じゃないの。大次第で勝てる勝てないってもう決まってるやつじゃない。設定されてるやつじゃないの。そんなどんだけ回したらどんだけ出るって決まってるやつじゃないの。それって運が良かった、そういうもんじゃないのかな。どうね、出えへん台は絶対出えへんでしょ。なかなか、まあ、何回に1回出るっていう確率はもちろん決まってると、設定として決まってるけど、うん、でも出にくい台、出やすい台ってあるでしょ、もちろん。絶対無理やわ、ギャンブルとか。むしろなくした金をトントンに戻したいという気持ちが出てきてしまうから、逆にまだ沼やね。儲けたいと思わない、うん、儲けたいというよりか取り戻したいという気持ちになったね。だから別に、まあ、まあパチンコ屋が潤ってる時点で計算されてるもんやと思うからさ、儲かるように。だから基本的には儲からない、全員が全員儲からないようにできてるんだよね。誰かから搾取した金を、運営がある程度取って、そこからのこぼれた金、ある程度のそこから、そこが、うん、儲けとして考えている金額から溢れた金をみんなに還元しているだけやから、儲かってるって客が多いパチンコ屋でない限り、儲からないと思うけどね。あの、儲かる、やってる人も儲からへんと思うけどね。うん。パチンコも一回か二回ぐらい行ったけどね。もうあの空間が無理、うるさいし、臭いし。うん、でも俺5000円買ったのにさ、やらなかったな、もうそれ以上。何が面白いの？意味がわからんかったし。金で金稼ごうと思えたらまだね、そうやったらね、投資信託やってる方がまだマシやと思うの、俺は。そっちはまだ確実な気がするね、パチンコとかのギャンブルやるより。一気に大きく勝てるって思うんですよ。だからさっきも言ったのと一緒ですよ。何割の確率やったら、ギャンブルするかという話と一緒で、そこのだって5割ないでしょと。5割ぐらいあるか、5割あるかないかでしょ、パチンコ屋だって、スロットだって、一般的には。そのどこんどこに金をぶっこんでるわけですよ。その1万、2万じゃない金を世の中の皆様は。ね。まあ、それでもいいわ、遊びで面白いわと思って使えていいんだといいけど、今言ったみたいに俺にただ単に金の確率で行ったり来たりできる、するだけのもんやと、みんなギャンブルやらへんやから、そう考えると、やっぱりね、うん、パチンコとかああいうギャンブルにはみんな熱狂するんだよな。なんでないのかなと思うよな。うん。金銭が来るとも1万2万だもん。あっという間になくなるんだろうね。うん。